ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬初のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと、今話題の e スポーツで群馬をもっと元気にもっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週は e スポーツの情報をお届けします。群馬県民が広く e スポーツに親しむための入り口として、県民による県民のためのイベントを目指し、2月18日に開催される群馬 e スポーツアワード、そのコラボ企画として群馬のプロスポーツチーム、群馬クレインサンダーズ、ザスパ草津群馬、群馬ダイヤモンドペガサスのエキシビジョンマッチが開催されます。開催にあたり、各チームのファン代表を決める予選会を実施します。2月11日にはスマーク伊勢崎で行われるワクワクスポーツデーの中で、ザスパ草津群馬と群馬クレインサンダーズのファン代表を決める予選会が行われます。使用するタイトルは太鼓の達人です。その他にもクレインサンダーズのシュート体験やザスパのキックターゲット体験などが開催されます。観戦チケットやグッズが当たる抽選会も実施されますので、ぜひ足を運んでください。ワクワクスポーツデーは2月11日土曜日、スマーク伊勢崎春名中央ゲート屋外エリアで午前10時から午後4時まで行われます。雨天の場合は3階スマークホールで開催予定です。そして翌日2月12日には群馬ダイヤモンドペガサスの予選会が高崎市緑町の群馬 e スポーツで予定されています。また群馬 e スポーツアワードでは e 競技部門6タイトルのエントリーを12日まで受け付けています。すべてのタイトルで共通するオープンの部ではどなたでもエントリーが可能です。なお、ぷよぷよ e スポーツには高校生の部、 e フットボールシリーズには企業の部、太鼓の達人では55歳以上の部も設けられています。詳しくは群馬 e スポーツアワード公式ホームページをご覧ください。賞金総額は500万円。皆さんのエントリーお待ちしています。そして群馬 e スポーツアワード2月18日当日の事前来場予約もスタートしています。当日はアーティストの生ライブやキッチンカーの出店、出張店舗など内容盛りだくさん。お子様が楽しめるふわふわ遊具もやってきます。今事前予約をすると当日会場の飲食ブースで使えるサービス券をプレゼントしております。詳しくは公式ホームページをご覧ください。これまでの放送は群馬ダイヤモンドペガサス公式 YouTube チャンネル、ペガサスチャンネルで配信中です。そちらもチェックしてください。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。